ジャッジ2000連発41号、まさか走者なし申告敬遠に、こんなこと二度と起こってほしくない。2試合連続の本塁打と絶好調のジャッジに対し、ブルージェイズは、2回に死走者なしの場面で、第2打席に入ったジャッジを申告敬遠で歩かせた。ジャッジは、あんな試合の序盤でとは、こんなことは二度と起こってほしくないけれどね、と話した。それはいかんやろ、ランナーなしで敬遠とかフェアじゃないわ。タイトル争い中のシーズン最終戦とかじゃねんだから。1点差の終盤とかなら100歩譲ってわかるけど3点差の2回で、もう全打席敬遠でいいやろ。また人類史上最強バッター論争に伝説が5つ増えたな。満塁から敬遠のボンズ、ランナーなしから敬遠のジャッジ。意図がわからないのがな、リードしてる状態とか接戦時ならわかるんだが、 100% 失点しない方法は敬遠か死球ぶつけるかの2択しかない。ファンもアンチもさすがにドン引きで草。ガチでバリーボンズの領域に入ってきたな。相当ヤバい成績になるぞこれ。65本くらい打ちそうやなこれ。さすがに引くは打ちすぎやろ、野球の神様やん。試合に出るたびに OPS を上げるのやばいわ。今日は3打数2安打4出塁、 OPS1.1 をずっと維持してるってナチュラルで、これは最強すぎる。外とジャッジの本塁打が他スタメン7人分の合計ぐらい、足ジャッジ抜けたらボーナスモードよ。ここまで来るとジャッジが凄すぎるだけで、別に大谷が凄くないわけではないのにな。ジャッジの全盛期そうだし、そう考えると WS 優勝しときたいね。今年は先発があんまり良くないけど、 OPS1 声は歩かせるのが正解なんだな。勝負しない方がマシな状態なので、別にわからなくはない。工業的につまらんというならそうだが、満塁で敬遠のボンズ、走者なしで敬遠のジャッジ、新しい伝説が生まれたな。4月のヤンキースファンもブチギレてた。ひどい状態は何だったのか。